七日町通り七日町通りは、福島県藍津若松市内の通りの愛称。七日町通りは、藍津若松市の島市街地の通りであり、野口秀吉春通り西側から JR 只見線、七日町駅付近までを指す。江戸時代には、越後街道の経路で、米沢街道、下付街道も経由しており、豚屋、旅流などが存在していた。特に旗子の数は多く、 明治時代初期まで30件の旗子があったとされる。七日町の名は毎月七の日に市が立っていたことからとされる。その後、1934年には、通りの西に七日、町駅が設置されたほか、昭和時代後半には国道49号の一部であり、自動車交通の発展により、交通量の増加が見られた。これを受けて、現在の国道49号である。 若松バイパスの整備が行われ、現在は国道252号の経路となっている。1994年3月、歴史的建造物等を生かした商店街の再生等を目的とした任意期間7日町通り町並み評議会が発足した。沿道には、レオ寺佐と南蛮館や洋館、白木屋資料館、阿弥陀寺、御参会などが存在しており、 表議会ではこれらを活かした商店街の活性化を図っている。また、2002年には、只見線七日町駅の駅舎が改修され、アンテナショップなど役割も備えた駅カフェがオープンしているほか、会津若松市内で運転される観光向けのバス、ハイカラさん、赤部、エも七日町通りを経由する。大町四つ角から7日、町駅方面の順。 交差する道路について、突起がない場合は、合津若松市道。交差する道路については、左側が国道下り線側、右側が国道上り線側。ありがとうございます。